今回挑戦するのは1番くじ星のカービィ Welcome to the New Park。 もしもカービィのテーマパークがあったらこんな感じな景品がずらりと揃った今回。最大の魅力は上位賞の本数、ワンロット70本の中に E 賞までで合計16本の超豪華版。その分残念なのが快賞なんて思うなかれ、快賞3賞も超かわいい。ぜひ H 賞でゲットしたマステを A 賞につけて使ってみたい。ようこそカービィパークへ、よろしくお願いします。みなさんこんにちは、青空 TV の青です。かわおわーイエーイ。さあ青井さん、今回は何回挑戦したのでしょうか。親子3人一発勝負、合計3回挑戦しました。それでは早速引いてる様子をご覧ください。始まりました。今回もどれが当たっても結構満足できちゃうカービィの一番くじでございますよ。ございますよ。最後目当てはね、もちろん B 賞のぬいぐるみ、うん、ですけどね、これは青いですね。ママなんかね A 賞いいななんて言っておりますよ。はい、まあ、ただね本当に結構 C 賞以下も良い賞ばっかりなんでね、かぶらずにね、いろんな景品が楽しめれば OK なんじゃないかななんて思っております。はい、まあそんなわけで、本来のね親子3人一発勝負になぞってね、誰が一番投球上なのか勝負、これ楽しみたいかななんて思ってますよ。いつも通りパパママ葵の順で引いていきます。はい、ね、フルロット勝負ね、パパが一発目何が出るかが楽しみですね。うん、パパ来ました。上位賞の C 賞ですね、うん、やりましたね。すごい、うん、ね、これで勢いに乗ってね、残り葵ママが何を出すかね、次はママですね、うん、お願いします。はい、さあママ残念ながらランクダウンの F 賞でございますね。はい、ただねこちらもね結構可愛い絵いっぱいあるんでね、見てみたいですね。はい、最後ね葵ですね、うん、ね、葵は上位に振ることができるのか、それとも快勝に沈むのか、はたまたママとお揃いなのかよろしくお願いします。頑張ります。さあ最後は多い親子さんに一発勝負対決、恒例のかぶりですね、はい、お揃い賞 F 賞ですね。ただまあね、先ほども言った通りね、こちら可愛い絵柄いっぱいありますんでね、うん、ぜひね好きなの選んで持ち帰りましょう。はい、それでは開封編行ってみたいと思います。行ってみたいと思います。結果発表です。F 賞アトラクションラバーチャーム、ママと葵がゲットしました。 C 賞ショッピングタウト、パパがゲットしました。さあさあさあ、それでは開封行ってみたいと思いますよ。はい、まずはね、まあ、いつも通りね、だいたい3人でやると2人かぶるというね、はい、F 賞のアトラクションラバーチャームの紹介からいこうと思います。はい、いろんなアトラクションを回ってるカービィたちの絵がねありますね。うん、特にね葵なんかこれが気に入ったのかな、ワドルディが単体ね
ポップコーン屋さんですかねこれね、うん、うんうん、ポップコーンも美味しそうだし、マドルディも可愛い。はい。そしてもう一個がね、これなんだろうね、アトラクションね、行こうとしてるのかな、乗り物にも乗ってるところなのかな、うん、ね、カービィとねワドルディがね、ディズニーでいうとこのトゥモローランドとかそんな感じかな、ちょっと近未来な感じですよね。はい、うんうん、そういやね、ディズニーもねスペースマウンテンなくなっちゃいましたよね。うん、ただね大丈夫、カービィのテーマパークにはまだありますよ。はい。そしてですね、こちらメタルチャームがねついてるんですけれども、はい、これがねまたね、あのテーマパークなんか行くとよくあるね、メダルありますよね、うん、あれっぽくていいですよね。はい、うんうん、これもねぜひね、メダルだけとかねあるとよかったなぁなんて思っちゃったりしました。うん、そしてそしてですね、新賞、私がゲットしました今回の最上位賞になります。はい、買いすぎ注意ショッピング等々になりますね。うん、ついついねテーマパーク行くと買いすぎてしまいますよね。はい、カービィとワドルディもきっとさぞやいろんなものを買っているのでしょう。うん、そんなあなたにも安心、かなりね大きいし幅も広いんだよね。はい、普通のトートバッグよりもね全然こう底が厚いというか奥行きがあるというかね、うん、うんうん、本当にこれ実際テーマパーク行った時に買い物袋として使うといいんじゃないかななんて思いますよ。うん、ね、生地も丈夫そうだし、はい、ね、あとはね本当に紐も強そうなんでね、うん、ある程度の重さにも耐えられそうです。はい、で絵柄なんかもね、本当にこのカービィのテーマパーク、ね、なんかあったらこういうねショッピングトートなんじゃないかなっていう絵柄になってますよ。うん、こうお土産屋さんでねあるショッピングトート、そんな感じですよね。はい、そして表はね一枚絵、大きな一枚絵なんですが、裏はねこちらカービィのテーマパークにあるさまざまなアトラクションね、こちらが楽しめるような絵になってますね。うん、かなりいろんなアトラクションあるみたいですね。うん、これは行ったら一日楽しめそうだね、テーマパークだ気がしますよ。うん、まあ葵なんかは前回ねドラゴンボールでシェンロン引きしてしまいましたからね。はい、ちょっとねお休みだったのかもしれませんね。うん、その分ねこういう時こそパパとママが頑張らねばと思いますね。頑張ってください。ぬいぐるみ取れずに申し訳ない。全然大丈夫。ぜひね葵も気に入ってくれたみたいなんでね、いろんなものに使ってもらえるといいかななんて思いますね。はい、ピアノね行くので譜面なんか入れるのもいいかもしれないね。それでね、うん、うんうん、まあ好きなことに使ってみてください。はい、ということでパパが久々に上位賞。葵とママは仲良しのお揃い F 賞。ということでね、楽しい楽しい開封編でございました。ございました。今回は一番くじ星のカービィ結果報告開封編をお送りしました。それでは葵さん、今回の結果の感想をお願いいたします。はい、 B 賞取りたくても取れない、悔しい、でパパにも負けた、でも次回は本当に頑張りたい。次回こそお目当てゲットしたいですね。はい、これからもくじの開封結果報告どんどんアップしていきますので、くじ動画見たい方は高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。次回は一番くじ逃げ上手の若君を公開する予定です。それでは次回も一番くじでお会いしましょう。さようなら。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価、グッドボタン押してね。